和田敏弘は、日本の実業家。松田社長や日本自動車工業会副会長、中国経済連合会副会長等を務めた。コロンビア共和国国家功労大十字勲章。島根県出身。1955年一橋大学小学部を卒業し、住友銀行入校。新砂畑を歩む。住友銀行取締役を経て、1983年。 東洋工業顧問就任。専務を経て、1985年松田副社長。1991年に社長に就任。原価低減活動を推進するとともに、ホードモーターとの提携強化を進めた。また、ボンゴフレンディを発売、カペラセガンを復活させた。1992年中国経済連合会、副会長。1994年コロンビア共和国国家。 厚労大十字勲章受章。1996年松田会長。1997年取締役相談役。1998年退任。2015年4月7日。心不全のため死去。83歳没。趣味は、囲碁、ゴルフ。ABC 池原照夫。松田の和田宿工現社長が死去。レスポンス。 http://response.jp://article/2015/04/13/248916.html2015 <ッ> ht 年4月22日閲覧。和田敏博氏が指揮を元松田社長。日本経済新聞。 http://www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ t g x l a s t g 1 3 h a 3 t 1 4 1 5 a 4 c z 8 0 0 0 2 0 1 5年4月22日閲覧1995年12月18日日経産業新聞2003年8月29日中国新聞歴代役員役職は現在 または、退人時のもの、中国経済連合会1994年3月19日、日経産業新聞訃報、和田敏弘さん83歳イコール元松田社長、ウェイバックマシン。ありがとうございます。